宮田十分3月17日から1973年12月6日は、昭和期の実業家、政治家、参議院議員、茨城県九慈郡大田町長、日立大田市長、同名誉市民、旧姓、立川。茨城県九慈郡大田町で、立川議員の三男として生まれる。茨城県立大田中学校を経て、1921年、 早稲田大学政治経済科を卒業した。1921年、明治屋に入社し、1926年に、丸の内支店次長で退職して帰郷した。書籍、学用品販売業の宮武の養子となった。茨城新聞社に入社し、営業局外交部長に就任。1928年2月の、第16回衆議院議員総選挙に、大学の恩師五来金作りが、 茨城県第2区から立候補した際に選挙事務長を務めたがご来は落選した。1933年4月、大田町会議員に就任し1947年まで在任。同年、大田町長に選出され、茨城県町村町会副会長、同商工会名誉会長、同食料調達委員、同開拓委員会委員、同町村会長。 全国町村会常任理事、同国民健康保険団体連合会理事長、再生会茨城県支部会長なども務めた。1950年9月に、参議院議員、柴田雅治が死去し、翌月実施された第1回参議院議員、通常選挙、茨城県地方区補欠選挙に町長を辞して、日本自由党公認で出馬して当選。第4次、吉田内閣。 首都建設政務次官などを務めた。1953年4月の第3回通常選挙では自由党茨城県連と公認について問題が起こり、最終的に宮田が公認されて再選を果たし参議院議員に連続に期在任した。自由党副幹事長、参議院内閣委員会理事、自由民主党副幹事長、参議院停止委員長などを務め、 橋本富三郎らと国際電信電話の設立に尽力した。1959年6月の第5回通常選挙に立候補したが落選した。1962年11月28日、日立大田市長に就任。上下水道の整備など、市民の生活環境の向上、福祉の充実などに尽力し、3期在任し、 市長在任中の1973年12月に死去した。この間、全国防災協会副会長、茨城県市長会長などを務めた。その他、大田水道社長、関東住宅社長、早稲田大学商議員などに在任した。ありがとうございます。